大竹野さんの芝居は美しいと思います。美しいか、山登りと似てます。美しい、お芝居をやってる人たちに、スポットを当てたお芝居です。大竹野さんという方が主役です。劇中でも言ってるんですけども、こういうお金にならないこと、好きなことに身を捧げて、名誉だったり生活していくことっていうのは二の次にしていくっていう生き方を、したいけどなかなかできなくて、でもしていく美しさみたいなのがあるかなと思います。山登りが、もう一つ大きなテーマになってると思うんですけども、僕も、主役の西尾くんと山を一緒に登りまして、これ二人だからいいけど一人で登る単独行というのは肉体的なことじゃなくて精神的な作業だねみたいな話をしてまして、本当にそうだなと思っております。一歩一歩歩を進めることと人生が進んでいくことっていうのをなんかいろいろ考える時間だったなと思います。そんな山登りの素晴らしさ美しさも体感できるんではないでしょうか。ぜひ劇場に足をお運びください。よろしくお願いします。